こんな通学路が本当にあるの？それではホームルームを始め。あーセーフ！アウトだゴーンジ、後で職員室に来なさい。先生に怒られたんだぜ。まあ遅刻したらね。なんで遅れてきたの、寝坊？いや雨で水たまり多くてさ、踏んで靴下濡れないように気をつけてたら。まあわからなくもないけどさ。くそ、水たまりができる通学路なんて勘弁してほしいんだぜ。そんなわがまま言わないの。世界には水たまりどころかもっともっとヤバい通学路がたくさんあるんだよ。ヤバい通学路？本当にある世界のヤバい通学路4選。やばい通学路って？まずは中国にある通学路かな。学校に行くには 800m の崖を命綱なしで登らなきゃいけないんだ。命綱なし？すごいすごい、面白そうだね。いやいや危なすぎるだろ。うん、ゴーンジの言う通りすっごく危ないんだよ。崖には竹でできたはしごがついてるんだけど、ぐらぐら揺れてとても危ないんだ。実際足を踏み外して死んじゃう人もいたみたいだし。なんだって通学路なのに命がけなのか。うん、でもさすがに危ないってことで数年前鉄製のはしごが設置されて、前よりも安全に通学できるようになったんだって。なるほどな。でもまだ怖くないか？そうだね。だったら無敵になれちゃう絶対防護ビタミンを使えば平気じゃない？みんなそんなの持ってないから。中国には 800m の崖を登らなきゃいけない通学路がある。ルイの言う通り俺はわがままだったぜ。今の通学路に感謝しないとな。そうだね。ルイ、他にはヤバい通学路ないの？他か。それじゃあコロンビアにある通学路はどうかな。どんな通学路なんだ？高さ 400m からケーブルで下るんだ。時速 60km で川の上を 800m も移動するんだ。なんだってターザンロープみたいで楽しそうじゃないか。楽しそうに見えるかもしれないけど、落ちたら死んじゃうかもしれないとても危険な通学路なんだよ。どうして？どうしてって見たらわかるでしょ。こんな高いところから移動しなきゃいけないんだよ。でも僕はこれがあるから。だから普通はそんなのないの。でもそんなに危険なら歩いていけばいいだろ。やっぱりみんな楽しいから使うんじゃないのか。他の道だと学校に行くのに片道2時間もかかるから仕方なく使ってるんだよ。片道2時間？それは確かに大変だな。コロンビアには高さ400m のケーブルを 800m 渡る通学路がある。他にはヤバい通学路ないのか？それじゃあフィリピンにある通学路はどうかな。どんな通学路なの？タイヤのチューブを浮き輪にして川を渡るんだ。流れるプールみたいで楽しそうだね。いやいや、これもとても危険なんだ。川に落ちちゃったら溺れてしまうかもしれないからね。万が一溺れずに助かったとしても大事な教科書やノートが濡れちゃうし。確かにびちょびちょになるのは勘弁だな。そうだね。それに大雨の日には洪水で川を渡れなくなっちゃうんだ。じゃあ学校はどうするんだ？休みらしいよ。なんだって休みなんて最高じゃないか。家でゲームし放題だね。何言ってるの。学校に行きたくても行けない子もたくさんいるんだよ。フィリピンにはタイヤのチューブを浮き輪にして川を渡る通学路がある。他にはこれで最後かな。インドネシアにある通学路で綱渡りをして川を渡るんだ。なんだって綱渡りってヤバすぎるだろう。違う、さすがにそれはないかな。じゃあどんなのなの？こういう感じだね。これは橋が壊れてるのか？そう、吊り橋が壊れて普通には渡れなくなってしまったんだ。でも公園にあるやつみたいで楽しそうだね。公園？遊具のこと？これはそんなに楽しいものじゃないよ。足を踏み外したら川に落ちちゃうでしょ。この吊り橋かなり長そうに見えるけど、どのくらいあるんだ？160m くらいあるらしいよ。そんなに長いの？大変だよね。でも実はこの橋、今はインドネシアのある会社が頑丈な橋に直してくれて安全に渡れるようになったんだって。そっか、それは良かったんだぜ。インドネシアには160m も綱渡りをする通学路があった。日本の通学路って安全なんだな。水たまりくらいでわがまま言っちゃいけないんだぜ。そうだね。安全に通学できるってことに感謝しないとね。そしてゴーンジ。よいしょっと。遅いよ、置いてくよ。待ってくれ。もう帰るだけなんだから少しくらい濡れてもいいでしょ。ダメだ、やっぱり靴下が濡れたら気持ち悪いだろ。わあ、車。うわ、危ない。ゴーンジ。ゴー、泥だらけ。この後ゴーはお母さんに服を汚して怒られたのでした。まるっと。なあ、日本の通学路も危険がいっぱいなんだぜ。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのに
チャンネル登録しな。